どうも、シュネコです。今回をノベルゲーム、赤い戸マンションやっていきたいと思います。パート14ってことで、前回の続きからになります。えー、っと、山瀬くんと、えー、子ちゃんの結婚を認めるかどうかっていうとこでね、えー、前回止まっていたので、えー、まあそこから再開になります。認めるなら、えー、賛成ですね。 認めないないら反対で何も書かずに、まあ神,をたたえー、神をたたむという選択肢もあるんですけど別にええー、どうなんだろうなああ違,違う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 あの賛成で書いたらやめさせるんだったっけ <laughs> いやどっちだったかな いや、うん、まあ認める賛成 <laughs> と書いて神業なんだえーとえー、と政略せ,、えーせ,まえー、せいせい <laughs> と投票が行われるさっきの振動マシンの時とは一挙の思いがまるで違う騎士箱に紙を落とし込む僕の手が震えた住民は7人投票なんてすぐに終わる リヒナカオリは7人分の紙が入った箱を満足そうにガサガサと揺らした。カオリは、えー、なんだ、えー言うぜ、<laughs> の症状。いくら他人事だからってあんまりじゃないかと思うが、そんなことを言う勇気はもちろんない。リヒナカオリが消し箱に手を突っ込む。開票が返された。賛成壁に強固で全エネルギーを書いていくのは、 ちん賛成の文字のええー、違う違う <laughs> 賛成の文字の下に息、えー、の字を刻む直子ちゃんがどちらの結果を望んでいるのか彼女の症状からはうい知ることはできなかった賛成それに比べて山瀬君の症状は分かりやすかった賛成票が2章をつった立て続けに開かれと 明らかに、ほっとした顔をする。賛成、おお。賛成三票、順位は七人。あと一人で、勝敗は決するかもしれない。僕は、手に汗を握った。反対。三 <laughs> 一。賛成三、反対一。そうはいくか、と、表情、えー、という症状の、仁科香りどうやら。 彼女は反対に一挙をたらしいあーだからあれだね結婚認めるか認めないかで、えー、認めるなら賛成認めないなら反対だね多分反対おお賛成が3反対が2になりましたねまた反対そしてまた反対おお33 <laughs> だ賛成3反対3これで同票仁科香織はふんと 鼻息を吐き出すともったいぶった被ぐ、えー、され再び身手を岸箱の中に入れるさあ盛り上がってまいりました <laughs> いや怖いな左手で黒板代わりの壁を叩くもう紙には一枚しか残っていないはずなのにガサガサと岸箱を書きますついに西香りが最後の一挙を取り出した 僕は他人事ながら胃がきじみ上がるような思いでその手元を見つめる仁科香織が賞を開いた「賛成 !43 だキックショーという少女の仁科香織しかし彼女は司会としてのえしを思い出すのかすぐに真顔に戻ると高らかに宣言した 賛成四票 <laughs> 賛成四票反対歳三票。よって、ここに山瀬浩内と矢島直子の婚約が成立した。山瀬、矢島、異論はないか結婚の意思を確かめるのに異論はないかなんて、あんまりにもムードにかけやしないかと、僕は二人を気の毒に思った。ありません。 マス君が固い表情でうなずくナコちゃんも無言で首を縦に振った「ああなんてことだみんな真剣だ本当にこのマンションでは何でもこのカーディで決められてしまうのだ大丈夫かな <laughs> このマンションで自分やっていけるかな」。僕は隣の静かを見た もし、この先、静かに、えー、静かと僕が付き合うような状態で事態になったとして、ある日、突然、あの西な香りに赤髪でそう、えーえー、召集され、あの女は気にせな,ないから別れろ、なんて住民会議にかけられたらどうしよう。怖いね。<laughs> そう考えたら怖いね。では、固めのお酒き、おきはい、暁ほう。 おとかね「はいはいかな」シな香りが焼けっぱちのように叫ぶまあこの人は何かに、えー、何かにか、えー、囲みえー、待って囲こつけて <laughs> 飲みたいだけなんだろう固めの祝杯祝杯じゃないなはいでビールしかないんですけどいいのかな メイさんがビール瓶を掴んでえお、ー、酢じゃないなお酢お酢に回ろうとするそれを止めたのは作家のなしだったどうした祝いの先にビールもないだろう見通しなら通う気があるぼってくると言って音無が駐輪場を出ていくあの男にしては気が利くなと僕は思った まあ、ナーコちゃんはいい子だし、さすがのおとなしも、この結婚を、えーえー、と、この結婚を素直に祝福したいと思ってるのかもしれない。日本酒あ、それなら、いい考えがあります。主役であるナーコちゃんも立ち上がる。おつわもいるでしょうし、ついでに、いいものを持ってきますね。なんだろう、なんか、おつまみとか持ってくるのかな 彼女はまた駐車場を出ていくなこちゃん張り切ってるわね七冠来って山田さんのことが好きだったんじゃないよかった住民投票で意に染まぬ結婚なんて気持ちがいいもんじゃないねえー、と2人が出ていったのを見計らって静かがそう見向きしてきた怖いね怖いね本当に結婚決まれるんだね怖いな。 え静かは、えー、傍観者だからいいけどさ、僕は本当に緊張したよ。そうね。し緊張さだもん。虫猫の投票次第では、結果が変わっているのかもしれない、えい、ー、待て、えー、結果が変わっていたのかもしれないわけだもんね。だからね、もしさっきの選択肢で、 あのー、まあ自分が本当の投票のあれをあのー、ちゃんとね <laughs> ちゃんとその意味分かってしなかったら逆の結果ね逆の結果になっていったかもしれないのでね怖いなで「どっきに入れたの?と」と静かはクスクス笑,笑わないで <laughs> しかし静かはその答えを聞く気がないようでグラスに残ったビデオを見ながら桜を眺めている。 あっあ、帰ってきたかなえっとふ人が戻ってきたのは同時だったおとなしはえ寸、ー、一寸一い、えー、一すんえいっしょういっしょなおこちゃんはお盆とおつを持っているまたって一寸ん <laughs> なおこちゃんが住民たちの前に器を置いて回る覗き込んで僕はおやと思った なにこれは桜僕は器に入っていたピンク色をつまみ,つまみ上げていったそうですなこちゃんが相変わらずの、えー、薄さきそうな笑顔で答える桜の色づけですせっかくの花見酒ですものこんななんだんこんな主婦 もう不敵でしょへえ。待って、桜って食べれる <laughs> えー、香が感心したような声を上げる。あ、あんばんに乗ってるんだね。あんばんに乗ってられね。ふーん、こんないただき方も確かに風潮が、えっ、ー、と風潮があるかもね。ナンコちゃんが音なしに手招きをした。さあ、音なしさん。 そそりそそりで、きっときれいに咲きますわ。桜の花が。音無が、えー、一寸、一寸か一寸か知らないけど、えー、瓶の線を開ける。彼は、通常通りの尺券とした症状で、住民たちに先を注いで回った。あ、どうしたへへ <laughs> あ、ほどどいたあやったんかなあ、へ 僕と静かは同時に声を上げたおなおこちゃんの言葉の通り桜の色づけ桜は見事に器の,器の中で咲いたのだった取りていた桜の花瓶が注がれた酒の勢いでふわりええじゃええとりていた桜の花瓶が 花瓶がやね。花瓶がええー、注がれていた。ええ、じゃ、ええー、と、注がれた。先の道よりふわりふわりと開いていく。街灯、街灯じゃない。街灯、街灯、街灯。もう街灯にしよう。<laughs> 街灯だけの。ええー。宴、宴闇じゃないな。だめだな。読めないな。<laughs> の中。それは。幻想的な光景と言えた。綺麗。 静かがうっといた症状でつぶやく。その静かの横語はもちろんきれいだ。桜の静けは食べられますから、どうぞ皆さんそのまま干してくださいな。食べれるんだね。知らなかった。知らなかったです。ナンコちゃんが言う。シャに弱い僕は,は,なはえ、鼻先を水面に近づけただけで、鼻の奥がツンとした。僕は、ええ。 出入りだからこっちをつけた B 飲んだふりだけしておいたどうしよういやここはねここはまあ本当はねあのー、あのー、お酒飲めないは本当に飲めないっていう場合はまあ無理にね無理に飲まない方がいいと思うんですよね でも、まあ、ここは、飲もうかなデリザ坂だと口をつけた。酒の中の、で、全、え、幻想的な光景に水を吸い寄せられるようにして一、一度に飲んだ。え、一,一度に飲んだの息飲みは怖いよ。<laughs> 下の上に桜が残る。それは、えっ、ー、と、僕はそれも噛んで飲み込んだ。 なんだかこのマンションを囲む桜を、えー、桜のも飲み干したような気分にな,るの、えー、なったのは酔いのせいなのだろうか見れば隣の静はまだ器を持ったまのは口,、えー、口をつけていない僕よりもよほど酒が強いはずなのに静早く飲みなよお祝いなんだからたまらせちゃ失礼だろううん でもでも私生じれてないしいいよもう持ちにしたくていいようん私部外者でしょこれは山瀬さんと直子ちゃんのお祝いだから結婚を決めた住民の皆さんだけの自死かなって炎上なんかして 難しくないな。なコちゃんが静かな分も用意してくれたんだから、いいじゃないか。でも。それ以上、僕は静かに何か言うことはできなかった。え。音がしたのだ。何。誰かが倒れる？音がえ。お隣さん、小谷さん。え、なになに幸運にどうした？ブルーシートからはみ出して。 コンクリートの床に頬をくっつけて倒れているのは、大人しちゃった。ええ何その着物姿の背中は巻き替えようがない。なこ、なこちゃんがその肩をゆすり、で、近キ儀近気声を上げている。なこ、な、なこ、どこんだ山瀬くんがなんこちゃんを押しのける。 えーっと静か,、えー、静かを振り向き,、えー、振り向き彼は「頼む」と口だけで言った静かが急いでナー子ちゃんの肩を背後からつかみ一緒に後ろを向くえそうそれは女の子が見ていい光景じゃなかったえーえー、光景ではなかった音無の口から骨ネナタリンは凹凸物が べったりとついてる。えさらに、口周りには、広い泡のようなもの。泡を吹くという証言を、僕は知っていたが、目の当たりにしたのは、初めてだった。えちょ、ちょ、おとなし <laughs> おとなしおとなしの喉が、まひまひじゃないな。なんか、ま、摩擦じゃないな。している。 片手はその喉の皮膚を爪を立てて気が出るほどかきむしる。やがてその腕も気からなく落ちた。えー、っと、苦闘の症状を浮かべていたまま動かなくなった後なし。山瀬くんが手首を探って脈を見る。そして彼は首を横に振った。 踊らしたダメだ。もう、死んでいる。赤いマンション、パート14にして、初めての、初めての、初めての死者が、すいません、画面が暗くなります。一瞬暗くなります。すいません。初めての、初めての死者が出てしまいました。怖い。怖いよ。 怖いよ、いやー怖いよーというところでですね今回のパート14は時間的にちょうどいい感じなのでここまでにさせていただこうかなと思いますいきなりい,いきなりでしたねここからどうなっていくんでしょうかという、えー、ところでもしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら 高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。 最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップかアンクリックでできますのでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということでありがとうございました。